ということで、ウーバーしました。学校ラスト。コンピューター室を歩く動画とか誰も見たくない。サムネイル、カメラ。そうなんですよ、自分 YouTuber になるんですよ、向こうで。マジですよ。先生映りますか。あ、これはちょっと載せるか分かんないんですけど。いやいやいや、私は映りたくない。あ、ごめんなさい。ありがとうございました。ネギ多めで。ガーフィンさんみたいな。ネギ多めで。この辺全部セルフで自分の好みの味にできる。私は全部かける。いただきます。食べとるけども。え、これあれでしょ、京さんのソウルフードみたいな。そうやな。なんかいつもレッチさ、男しかおらんくない。うまい。取れん。いや、バイバーイ。2 seconds later。大学になんか図書館みたいな場所があって、グローバルコモンズって言うんやけど、授業以外マジ住んでた場所。ここ主にみんな学習スペースとして使うんやけど、あの見て、こんな風にめっちゃ本もあって、これ全部英語の本ね。あの英語学科の人はこれを読むのが宿題やったりするから、めっちゃうちは通った。うちのやつ探してるけど、なんか見失っちゃった。ないな、まあいっか。ここがビデオとかあって、クリスマスとかホームアローン借りて一人でこうやって見たの。バイバーイ。チェコ出身のスタッフさんなんやけど、チェコ語、日本語、英語全部ペラペラで、多分言語習得めちゃめちゃ得意な人なんやけど、うちが1年生の時から、今3年なんやけど、英会話レッスンとかやってイベントがある時にうち通ってて、めっちゃお世話になって、で今はもうなんか日本語でも英語でも、特に日本語で話すこと多いかな最近は。もう悩みとかめっちゃ聞いてくれて、もうなんかいい友達になっちゃいました。天使のように優しく、みんなのままであり続ける、写真を撮るのが大好きな方でございます。でもめっちゃ優しくて、ほんまにでもめっちゃいろいろ応援してくれて、うちが元気ない時も励ましてくれるし、あとね、多分お仕事大好きだと思うよ。生き生きしてて、もう毎日元気をもらっております。この子はポーランドからね、留学してないけど、もうめっちゃ仲良かったから、最後にバイバイって言おうってなって集まったんやけど、めっちゃ楽しく話しとるやん。これもう音声がなかったんや。